皆様おはようございます。今回はですね、最近夏服をたくさん購入しました。どれもプチプラばかりなんですけれども、その購入品をご紹介いたします。はい、こちら GU の大きな袋にまとめてあるんですが、ちょっとねしわくちゃになっちゃってますね。今日は GU とユニクロ、ザラ、あとハニーズの購入品をご紹介いたします。ではまず1点目、はい、こちらです。 GU のサンダルを購入しました。名前はポインテッドプラットサンダル、ゴールドのサイズは S サイズです。このねサンダルがずっと欲しかったんですよ。でもなかなか再販しなかったんですね。それがですね、少し前に再販されたということで店舗に行ってきました。ゴールド、白、黒があったんですが、私はこのねゴールドは持っていなかったので、普段のサンダルでも今回初めてゴールドのサンダルを購入しました。で、あのサイズ選びにすごく悩みました。私は普段 23.5 なので、通常ですと M サイズですが、今回 S と M 両方入って、S サイズを選びました。 M でも良かったんですけれども、少し余裕があって、そういう時ってこう歩くとこう細いじゃないですか。ここがね擦れて靴擦れするだろうなと思ったので、もう本当にぴったりっていう感じのサイズの S サイズを購入しました。値段は2490円です。はい、次 GU です。はい、とってもシンプルな T シャツです。名前はウエストタックフレンチスリーブティー、 M サイズ990円、1000円以内で買えちゃいますね。もう本当にザシンプルですね。ウエストタックということで、ちょっとねここにタックが入っていまして、これのねお気に入りポイントとしては丈ですね、短めなんですよ。なのでスカートを履いた時にインせずにそのまま着れるっていうのがいいなと思って購入しました。また後ほど着てみます。はい、次GU のワンピース、すごい鮮やかな色ですよね。はい、ちょっとシワがねすごいついちゃってますけれども、名前がですね、バンドカラーシャツワンピース、半袖ピンクの M サイズ、なんとなんとセール価格のワンピースが1990円で買えちゃいました。シャツワンピですね、前は全部下までボタンになっているので、ワンピースとしてだけではなく羽織としても着れますね。で、ウエストにこのような紐型のリボンがついています。ちゃんとねここウエスト通しもついています。で、下地もねついてるんですよ。この下地は全身ではなく下だけですね。あ、全身だった。わー、ありがたい。これほら、下だけかと思ってたら全身キャミタイプの、はい、下地もついているので透ける心配なく安心ですね。いや、これは嬉しい、ね、夏だとこういう明るいカラーが着たくなりますもんね。また後ほどこれも着てみます。試着せずにね購入したので、ちょっと似合うかどうかわからないんですが、はい、次、ここからはユニクロです。いや、もうほんとすいません、めちゃくちゃシワがある。もうダメね、入れっぱなしにしておいたら。はい、こちらはですね、04プリントブラウス、 M サイズ、ブラウンのお色、2990円です。これもなんかこうデニムにね合わせてこうラフに着れるし、ちょっとインしてスカートでこう綺麗めにね着ることもできるなと思って購入しました。うん、やっぱドットが可愛いですよね。シワがとっても気になりますけれども、はい、次もユニクロです。じゃじゃじゃーん、可愛い
ちゃんの T シャツです。ミッキースタンズ UT 半袖ホワイトの M サイズ、値段が1500円です。もうこれはなんかもう見た目で、完全見た目で選びました。こういった時に着たいなとか、こういう時に着ようって考えずに、もうとにかく可愛くって一目惚れして購入しました。丈がね結構長めなんですよね。またねこれも後ほど着てみます。いや可愛い。はい、次、あ、GU ね、もう一点あった。はい、こちらです。これもしわくちゃん、ツーウェイ不白コンビネーションティー、五分袖オフホワイトの M サイズ、1490円です。ツーウェイということで、まあね、このボタンが前でこうやって着てもいいですし、後ろに持ってきてこう前はねこうやってシンプルなこうトップスとして着ることもできます。これで1490円って安いですよね。さすが GU。 いやでもね、とにかくシワが気になる。まあ、これはねシワは私が悪いです。こういろいろね服を買って一気にこの GU の紙袋にとにかく畳んで入れてっていうのをやっていたので、うん、すいません、もう本当シワクシャになっちゃいました。はい、そして続いてはザラです。私ねザラで服購入したの初めてかもしれないです。なんとなくこうザラってもうザおしゃれさんっていう感じの方が着るちょっとなんか奇抜なあの服とかも結構売ってますよね。私にはとても着こなすことができない、でもおしゃれな方は着こなすことができるっていう、そういう服が多いっていうイメージだったんですけれども、フラッと寄ったザラでうわーこれかわいいと思って購入しました。これフリルがすごいかわいいですよね。名前はわかりません、書いてないですねこれは。はい、こちらです。ちょっとね値段は GU とかユニクロに比べたら高めです。5590円で、サイズは S サイズ。このねサイズもねすごく悩みました。店員さんに聞いたらだいたいザラの S サイズは日本サイズの7号から9号で、 M サイズが9号から11号になりますということだったので、まあ、もしかしたら私普段が9号なので小さめかもしれないですけれども、今回 S サイズを選びました。フリルが可愛いですし、このねボタン部分もすごくキラキラですよね。だいたいねこういうのね何回か洗濯していくと1個ポロって取れちゃったりするんですけれども、まあ大切に着たいと思います。ジーパンに合わせたいなって感じです。はい、ラスト1点はこれはね別の日に購入したんですけれども、ハニーズのワンピースです。これもねたまたまハニーズの前を通って、あれなんか可愛いと思って購入しました。これもねセール品です。2980円です。名前は特にないですね。アイテムの詳細はこちらって書いてあります。このよかったら QR コード、これこんなちっちゃいと画面で読み止めれるかどうかはわからないんですけれども、気になる方はぜひ見てみてください。シャツワンピです。これ、ね、襟がついているのでちょっとねカチッとしたいなっていう時とか、ちょっとしたねお出かけでも着ることができます。これね色がねパープルなんですけれども、ブルーとねすごい悩みました。2種類試着させてもらって、なんとなくブルーの方が爽やかでいいかなと思ったんですけれども、ブルーのねワンピースも持っているので、まあ、今回あまり持っていないパープルの形に、パープルのお色にしました。で上は下地ついていないんですが、下はこのように下地がついております。さあざっと購入品ご紹介しました。結構買いましたね。何点買ったんだろう。服が1、2、3、4、5、6、わ、私7点も買ってる。服が7点にサンダルが
一足。うわー、また断捨離しなきゃいけないですね。では今ご紹介した服を試着してみます。はい、まずですね、 GU のウエストタックフレンチスリーブティーを着てみました。ここはね、結構開いてます、脇の部分は。なので、まあ、見えてもいい、キャミソールとか着た方がいいんじゃないかなって思います。やっぱりね、丈がいいですね。この丈がね、長いと外に出した時にすごく体がね、アンバランスになったりするんですが、これはもちろんインしてもいいですし、こう出してもこう不自然な長さじゃないので、すごく楽に着ることができます。うん、たまたまちょっとね、スカートで合わせてみたんですが、こんな感じでラフに着たいなと思ってこの T シャツ購入しました。うん、なんかシンプルでいいですね。生地感もしっかりとしてます。はい、では次行ってみよう。はい、次ね、 GU ですね、不白コンビネーションティーを着てみました。うん、これも可愛いですね。ツーウェイなので前後逆にして着ることもできますが、私はね、このボタンの部分を今前に持ってきました。袖もね、ふわっとなっています。なんかこう女性らしさが出るような形ですね。丈も五分袖です。なのでもうあまりね、袖が出るのが嫌だっていう方もこれだったらね、大丈夫かなって思います。私もね、あんまりこの二の腕が太いので出したくないタイプなんですけれども、これだと安心して着ることができます。いや、かわいい、これも買ってよかったです。1490円です。それでは次行ってみよう。ここからはデニムを合わせてみました。ユニクロのレイヨンプリントブラウスです。いや、これもいい、かわいい、さらっとした生地ですごくね、肌触りがいいですね。もちろんちゃんと着てお出かけするときはアイロンをかけますが、油断するとこんなにシワができるんだぞっていうところをあえてちょっとお見せしてみましたけれども、多分ね、これスカートに合わせてもいいと思いますけど、やっぱり私はこのデニムで合わせるのがいいなって思いました。うん、いい感じです。はい、それでは次行ってみよう。ユニクロの T シャツです。かわいい、やっぱりいいですね。かわいい、かわいい。ただね、丈がね、ちょっと長い。全部下まで下ろしてみるとこんな感じですね。ちょっと丈が長いので、どうやって着こなそうかな、ちょっと着こなすの難しいかもしれませんが、ちょっとインしてみますか。イン、あ、もうこれなら完全にインした方が可愛いですね。インしてちょっとこう出して、うん、あ、いいいいいい、やっぱりこれインするのがいいかも、デニムで。うん、この着こなしだったら、ちょっとこれでどうだろうな、おしゃれなところに食事に行くっていうのはさすがにラフすぎるんですけれども、こんな感じでね、近くにお出かけ行ったりアウトドアしたりしたりするときにはすごくこの夏活躍しそうです。うん、お気に入りになりました。それでは次行ってみよう。ザラのブラウスです。わー、フリルがめっちゃ可愛い。丈的にはね、ちょっと長めですね。なのでこれを着るときにはこういったね、裾が広がったデニムよりもスキニーとかを履いた方がいいかもしれないです。ちょっと裾が広がっているデニムとかだとやっぱりインして着るのがいいですね。イン、あ、かわいいじゃん、かわいいじゃん。これね、でもね、首元までしっかりとあるので、真夏はね、暑いと思います。このね、首元のフリルもすごく可愛いですし、この袖のフリルもすごく可愛いんですが、真夏はちょっと着れないかな。エアコンがね、すっごい効いたところだったらいいかもしれませんが、あー、これも可愛い。あえてね、こう上がすごくこうフリフリで女性らしい感じなので、下はデニムに合わせるのがこう私はやってみたいかなって思っています。うん、サイズもね、 S サイズでちょうどぴったりでした。それでは次行ってみよう。GU のワンピース着てみました。
やこれねポケットもついてました。いやいいですね。あの中にね裏地のキャミワンピースもついてますし、丈もね結構長めでした。後ろ下がってみます。はい、160センチの私が着て、あ、くるぶしよりもちょっと上ぐらいですね。あ、ちなみに私160センチじゃないです。 159.5 とか6とか160になったことは一度も今までないです。なりたかったんですけれどもね。でね、あ、変な声が出ました。で、あのこれ一つだけ気になったのが、最初にパッて見た時に、いやこれ完全私妊婦に見えると思ったんですよ。で次この紐をこうリボンで結んでも、やっぱりなんかちょっと妊婦っぽいなと思って、なんかしっくりと来てなかったんですね。なのでもうキュッて結びました。もうキュッて結んで止めたら、あ、なんとなくウエストがすっきりとして妊婦っぽく見えなくなったなって感じでした。まあ、あのその人の体型にもよると思うんですけど、あとねリボンの位置もサイドにしても、あ、サイドにした方がスッキリと切れるかもしれないですね。こうやって見ると、うん、これで1990円ですからね、これは買いです。ちなみにね首元もしっかりとあります。なのであんまりねここの肌を見せたくないっていう方もこれなら安心して着られます。さあそれでは次行ってみよう。続いて最後ハニーズのワンピース着てみました。うん、これもね丈がちょっとねあの肘よりも長めかなっていう感じなので、私あのすごく冷房が苦手なので、あのこれぐらいの丈感袖感は私にとったらちょうどいいです。で、あのこう襟もついているのでラフすぎず、でもあんまりこうカチッとせずっていうね、丈もね長めです。はい、159センチの私が履いて着て、くるぶしよりもこれぐらい上の感じかなっていう丈感です。いや、これも2980円は安い。実は私ね今ね仕事前に撮影してまして、朝なのでねちょっとまだ声がしっかりと出てないんですけれども、これだったら全然仕事に着ていってもいいなって思って、いいですよねオフィスでこれ。なのでもう今日はこのままこれを着て仕事に行くことにします。なんかいいですね、女性らしさもあって、それもねふわっとしているのでお気に入りのワンピースになりました。では最後ですね、サンダルも履いてみます。 GU のサンダル履いてみました。いや可愛いですね。ちょうどねゴールドとこの赤のネイルが合っています。いやもう S サイズで、まあ、ややきついですけれども、本当にこうザぴったりっていう感じのサイズ感です。先ほども言いました、私は普段は 23.5 センチなので M サイズを履くことが多いんですが、なんとなくね M だとこうゆとりがあって、そうすると絶対歩いているうちに靴ずれするだろうなと思って、今回 S サイズにしました。ただね一つだけ、私がねぴったりすぎるサイズを買ったからかもしれないですが、履く時にねちょっと大変でした。慣れが必要かなって思っています。ですので例えばこう靴を脱ぐタイプのお座敷式の居酒屋とか行くときは、帰りにね履く時に注意しなきゃなって、なぜかこう居酒屋を思い浮かべたんですけれども、本当そんな感じ、慣れればね大丈夫かもしれませんが、いやこれいいですね、かわいい。再販を待っていた甲斐がありました。以上、この夏買ったプチプラのアイテムをご紹介いたしました。いや結構たくさん買っちゃいましたね。次の休みは断捨離、そして整理整頓に励みたいと思います。やっぱりね夏服は私好きです。可愛いのが多いですし、かさばらないですし、なんといっても値段が冬服と全然違いますもんね。なので思わず、あ、これ安い可愛いと思って買っちゃうんですけれども、この夏たくさん着たいと思います。今回も動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。